皆さんこんにちは、小場翔です。田村です。はい、今日のテーマは何でしょうか。はい、結局東大に受かってる人はみんな勉強が好きなんじゃないか説ですね、はい、なるほど、はい、結構こう東大に入るためにはなんか相当な量の勉強をしないといけないというのは、まあ、この動画でも話してきてると思うんですけど、うん、まあ、それするためにやっぱりこうみんな好きなんじゃないかと、やっぱ好きじゃないと続けられないんじゃないかと僕思いましてちょっと聞きたかったです。いやでね、これって多分東大生に聞くと、はい、いやそんなことないっすよってみんな言うんだけど、はい、実は僕ね、これ半分正解で半分不正解なのかなって思うんですね。なるほど、はい、でちょっと不正解のところから言うと、はい、まあ言うてもですよ、はい、まあ、勉強が楽しく楽しくて仕方ないって人ってやっぱりいないじゃないですか。はいはいはい、それこそね、僕らも塾ねやってるんで、はい、いろんな生徒見てますけど、はい、でも勉強好きで、はい、もうマジでずっとやってたいっすみたいな人って、はい、まあいないじゃん。まあそうですね、いないですね、その人は、うん、はい、でめちゃめちゃ頑張ってる子とかも、うん、まあ、勉強そのものが好きというよりは、うん、やっぱりこう志望校に向けて一歩でも近づきたいから頑張ってるって人が多かったり、うん、確かに、まあ、あとはちょっと科目別に見ればね、例えば数学がすごい好きとか、はいはいはい、ね、なんか英語は結構自信があるからやっててその、まあ、伸びていく感じがして好きとか、まあ、そういうのはあるかもしれないですけど、はいはい、まあ、受験勉強そのものが好きで好きで仕方ないって人ってめちゃめちゃレアだと思うんですね。めちゃくちゃレアだと思うんですね。で、はい、実際今僕もね、まあ、一応開成東大と進んできたので、はいはい、まあ、その勉強できる子たちに囲まれてたけど、うん、やはり勉強が好きで仕方ないって人はほとんどいなかったですね。ほとんどいないんですね。そう、ただ、はい、やっぱり一部いるのはさっき言ったように、うん、科目で言ったら好きって人は結構いました。なるほど。もう数学だったら結構ずっと解いてられるとか、はいはいはい、まあ、英語のね長文読解とかもしくは英単語を覚えるとかは結構なんかもう楽しいみたいな、はいはい、そういう人はいたから、だからちょっとやっぱり一部そういう部分あるのよ、はいはい、好きみたいな、うんうん、っていうのと、はいはい、もう一個、はい、ちょその正解不正解のうちの正解部分で言うと、はいはい、あのね、勉強そのものは好きじゃないんだけど、はいはい、勉強によって得られるものが好きっていう人は多いですね。得られるものですか。そう、例えばですけれども、はい、うんうん、まあ、今ちょうどね、まあ、オリンピックとかのシーズンじゃないですか。そうですね、まあ、ちょっとこの動画出る時もう終わっちゃってるかもしれないけどそのオリンピックやってて、もちろんそのオリンピック選手とかって、まあ、競技そのものを多分愛してるから、ああいう世界トップの環境で戦えてるじゃない。確かにそうですね、うん、なんだけど、例えばその競技をもうちょっと分割していくと、うん、好きじゃない部分もあると思うんですよ。まあそうですね、例えば、はい、まあ僕ね、スポーツって野球が好きなんで、はいはいはい、まあ、野球とかをよくテレビで見たりとかするんだけど、はいはい、野球とかって例えばさ、バッティングがすごい選手もさ、うん、例えばじゃあ、うん、打って一塁まで走るのが好きで仕方ない選手って多分そんなに多くないと思うの。確かにそうですね。もちろんその足がめっちゃ速い選手からと、うん、ね、はいはい、例えば内野安打狙ってめっちゃ速い走ってみたいなのが結構生きがいっていう選手もいるだろうし、うん、ね、こう盗塁するのがこうね生きがいだっていう選手もいるだろうから、全然その素晴らしいことなんだけど、うん、でも全ての選手がその走塁が好きとは限らないじゃん。まあ、全ての選手が野球の全てにおいて全て好きだっていうのは限らないですね。そうそうそう、だけど、はいはいはい、皆さん多分その野球というもの自体はやっぱり愛してて、うん、能力もすごい高いからその野球選手としてやってるわけじゃない、はいはいはい、だからサッカー選手とかもそうだと思うのね、うんうん、うん、ちょうどこの前テレビでね、はいはい、どこ戦だか忘れたけど見てて、なんか日本が勝ってすごいなって思ったんだけど、サッカー選手やっぱすごい大変そうだったのよ、はいはいはい、その暑い日本の気候の中で走り回ってて汗皆さんめっちゃかいててね、うん、だからずっと走ることそのものが好きというよりはサッカーが好きなんじゃないかなって気がしたのよ、うん、まあ、確かにそうでしょうね。勉強もちょっと似てる部分、うん、ちょっとねちょっと似てる部分があって、うん、はいはいはい、その数学、英語、まあ、理科、社会それぞれが好きかどうか分かんないけど、うんうん、勉強することで成績が上がるとか、うんうん、その志望校にちょっと近づくみたいな、その、はいはいはい、まあ、ゲーム感覚じゃないけどそういうのが好きって人は結構多いんじゃないかなって思うんだよね。確かにこれは僕もいると思ってて、そもそもこの企画を発し提案したきっかけが、うん、まあ、YouTube でとある、うん、まあ、YouTube、まあ、河野玄斗さんっていう、はいはいはい、東大の、まあ、勉強系 YouTuber人いるんですけど、あの人が言ってたのが、まあ、勉強はコスパ最強の遊びだみたいな書いてあって、うんうん、まあ、だからそのさっき小林さんのおっしゃった、まあ、勉強してしてなんかこうどん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 自分がこうレベルアップというか、うん、なんかそういうことをしている感覚が好きなのかなみたいな、だからもう言うてしまえばもうプロセス自体も楽しんでるのかなみたいな、うん、ふうに思ってるから伸びていくのかなと思ってちょっと聞いてみた次第ですね。うん、そうなんですね、はい、なるほど、まあ、だからそういう部分は大いにあると思うんだよね、はいはいはい、うん、だからそういう意味で言うと、まあ、勉強そのものだったら英語数学とかが好きというよりはそういうなんかこう、まあ、ゲームじゃないけど、はい、まあ、遊びって言ってるのか分かんないけど、はい、そういうふうにこうクリアしていくみたいなものが好きっていう人は結構東大生は多いんじゃないかなと思いますけどね。まあそうですよね、うん、特に東大理三行くってなったらまあ5000時間とか6000時間とか、まあ、もう人によってはもっと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 みたいなと思うんで、やっぱそれやるためにはなんかこう、うん、どうしてもやだやだって思いながらやるというよりはなんかこう、うん、もうやってたら楽しくなってきたみたいな人の方がやっぱり
上に行けるのかなと、まあ、勉強に限らずですけど。そうですね、だからある種こう、はい、シミュレーションゲーム的なところがあるんですよね、はいはいはい、要は受験っていうのはもう毎年大体の日が決まっているので、はいはいはい、じゃあ来年のセンター試験、まあ、共通テストと、まあ、東大受けるんだったら二次試験、はいはい、2月とかにあるので、そこに向けて残された日数はもう決まってるわけじゃないですか、はい、決まってますね、で高1だろうが高2だろうが高3だろうが残り日数が分かっていて、はいはいはい、でその中で自分の現状も、まあ、申し受けたりとか過去問解いたりすればある程度分かるわけで、はいはいはい、そこを、ね、自分の現状から目標に向けて何をしていくのかっていう戦略を組み立てて、うんうん、実際に自分で、ね、ゲームだったらねボタンを押して終わりだけど、はいはい、実際に自分でそれを行動して、うん、で実際にその成果を得て、うん、まあ、自分がレベルアップしていくみたいなことができるので、まあ、そういう意味で言うとそういうのが好きな人っていうのは意外と多いんじゃないかなと思うね。まあ、確かに競技者も多いですしね、うん、まあ、日本全国でほぼ、まあ、ほぼというか、そうね、まあ、大学進学率半分ぐらいだと思うので、要は日本の総人口の半分ぐらいの人が多分もし受けてると思うんで、うんうんうん、それを踏まえると結構、まあ、まあ幅の広いというか、まあ、プレイヤー層も厚い、うん、まあ、まあ、ゲームといったらあれですけどそういう競技なんじゃないかなとは思いますね。そうだね、はい、だからそういう意味で言うと、うん、そこが好きだしそういうところに長けた人が、まあ、東大とかに行ってるんじゃないかなという気はしますね、はい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 、ただ問題もあって、はいはいはい、じゃあそのやっぱ東大生がその必ずしもみんな成功するとは限らない理由も逆にそこにあると思うのね。なるほど、うん、だから例えばその東大生の場合自分が戦略を立てて勉強をして、勉強っていうのはそもそも正解不正解があるものじゃないですか、はい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 、受験勉強はね、それをこなしていって要はその塗りつぶしていくわけですよね、はいはいはい、塗り絵を塗りつぶしていった結果、まあ、その合格点レベルの塗り絵ができていれば受かりますよっていう話なわけですよ基本的にはね、はいはいはい、超単純化すれば、うんうん、なんだけど世の中ってそれだけじゃ成り立たないわけじゃないですか、はいはい、仕事って必ず誰かとのコミュニケーションだったり、ね、自分以外の人と一緒に何かをするのが仕事なので、確かにそうすると社会にいる時に、まあ、自分の当たり前とか自分はこうしたいだけっていうのだとやっぱり周りとうまくいかない、うん、そうなると社会で活躍できない人っていうのも出てきちゃうのかなっていうふうに個人的には思いますね。確かに、うん、まあ、仕事っていうのは基本的にまあ団体競技だと思ってるんですけど、そうそうそう、まあ、勉強っていうのは個人競技じゃないですか、うん、極論、うん、まあ、自分でまあ勉強さえすれば、まあ、必要なことを学びさえすれば自分一人でもまあどうとなる、まあ、親のもちろん親御さんの支援とかいるんですけど、うん、基本的には、まあ、あの個人プレーだと思ってて、うん、まあ、そこでのなんか役割というか、まあ、求められることってのは大きく違ってくるのかもしれないですね。そうなんですよ、まあ、ただやっぱり大学生になってからそういうのを学ぶ機会も今はあるし、逆にだからそういう生徒をなんかいい大学に受からせてもしょうがないみたいな結構言われてて、はいはいはい、なんか詰め込みじゃなくてなんかもっといろいろなんかやればいいじゃんみたいなことが結構今言われてるじゃないですか巷では。なんか日本の受験勉強は詰め込みで意味がないみたいな。そうですね、まだその詰め込みに意味がないかあるかは置いて、はいはい、ただやっぱり受験っていうものがその要は一人で戦えるものっていうのはでかいと思うんですよ、うんうん、だから例えば団体競技とか、はいはい、例えば分かんないけどクラス委員をやってたかどうかとか、はいはい、部活とかでなんかこう分かんないキャプテンとか部長とかやってたとかね、うん、こうボランティアでどうだとかその欧米的な、うん、その内申点みたいなことを始め、はいはい、欧米っていうか特にアメリカかな、はいはいはい、っていうような内申点みたいなものを始めちゃうとやっぱり多分ねそれこそ僕は格差は広がると思うんですよ ね、うん、そうですね、うん、やっぱりその恵まれた環境の人は多分そういういろんな社会的経験ができることに恵まれているし、はいはい、例えば極論田舎でそこまで裕福じゃないような、こう高校とかに通っていると、うん、多分そういうチャンスも少ないと思うんだよね。確かに そうなるとやっぱり学力だったらある種ペーパーテストで全部勝負できるものが勝負できなくなっちゃうから、はいはいはい、個人的にはやっぱり今のあの選抜の仕方っていうのはぜひ続けてほしいなと思う、はい、ただそれに課題がないと言ってないんですよ僕も、うん、やっぱそうなるとやっぱりこう独りよがりな人間が生まれがち、うん、僕もそうでしたよ。あの高校を卒業してすぐに塾でチューターを始めたので、はいはい、結構すぐ矯正してもらえたというか、はいはい、直してもらえたけど僕もやっぱり相当偏屈でした最初は、うん、やっぱりその生徒の気持ちとか全然分かんなかったし、はいはい、なんでこいつらこんなに勉強してないんだろうって普通に思ってたし、うん、その社員さんに言われてやる雑用とかなんか全然なんか、うん、やりたくないなってちょっと思ったし、はいはい、なんかその人間として結構ダメだったですよ、うん、だそこで、まあ、正直ねいろいろ説教していただいたりとかあの指導いただいてやっとねある程度まともな人間学生時代になれたわけ、うん、でそれって本当にこうある種なんか、まあ、しつけでもないし教育っていうのがいいか分かんないけどそういう社会経験っていうのはやっぱ積まないとできない、はいことだからやっぱそういうのは大学生になった時に、うん、まあ、その別にねバイトしすぎてとかなんかそういうのは良くないと思うんだけど一定程度、まあ、社会経験っていうのはぜひねあの持ってもらうことは大事かなと思うんですよね意外と。そうですね、そう、はい、どんなにね偏差値が高いくてもやっぱそういうものがないと、うん、やっぱちょっとこう独りよがりな性格になっちゃって、うん、まあ社会にいた時にうまくいかない人っていうのもいると思うんだよね、はいはいはい、だそこはやっぱりその、まあ、受験はペーパーテスト、うん、だからこそそこをなんかこう培えるような
ように一般受験とかで入った人には頑張ってほしいなとは思います、うん、はい、そうですね、うん、まあまあ別に指定校推薦とかだったらじゃあそれがあるのかしら別に関係ないから、うん、まあそう考えたらまあ学生はみんなやってほしいかなって感じですかね、はいはい、うん、なのでまあそういう意味で言うとまだまだその何ですかね、うん、日本の大学受験には課題はあるんだけど、うん、ただ今の仕組みをねぜひ継続してほしいなと思う、はい、で話を戻すと、うん、その受験生というか東大生は勉強が好きかどうかで言うと、うん、まあ普通よりはねだから科目そのものも好きな人は多いと思うけどどっちかというとそのゲーム感覚的なところが好きな人が多いんじゃないかなと個人的には思いました、うん、はい、まあ、そんなわけで今日の話は以上なんですけれども、はい、最後にちょっとだけ告知で、はい、個別指導塾キャストダイスですね、あの引き続き講師の方を絶賛募集しております、うん、よろしければ概要欄のリンクありますので、うん、そちらから応募いただければと思います、はい、それでは、今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。